こんにちは、月島です。今回はネイティブインストゥルメンツ社のミディキーボードコンプリートコントロール A49 の8個のノブにソフトウェア音源やエフェクトプラグインのパラメーターをアサインする方法について見ていきたいと思います。そして今回使用した DAW はスタジオ1です。目次です。基本のアサイン方法、スタジオ1純正ソフトウェア音源、ウェーブス、プラグインアライアンス、UAD、IK マルチメディアのソフトウェア音源、その他のプラグインやソフトウェア音源、最後にまとめです。スタジオ1のプロジェクトページのマスタートラックに任意のエフェクトプラグインを挿入します。今回はスタジオ1純正のコンプレッサーを使用します。ミディキーボードのシフトボタンを押しながらプラグインボタンを押してミディモードに切り替えます。プラグイン上部の歯車のマークをクリックします。コンプリートコントロール AM を選択します。開いたページを確認するとすでにパラメータがアサインされていてノブの下に名前が表記されています。この状態でノブを回すとパラメータを動かすことができます。また2列目にアサインされているパラメーターを操作したいときは、ミディキーボードのディスプレイ下にある矢印と MS 表記がされている小さいボタンを押すとページを切り替えることができます。サードパーティー製のプラグインは最初からアサインされていません。 IK マルチメディア社のコンプレッサーを表示しました。プラグイン上部の歯車のボタンをクリックします。コンプリートコントロール AM のページを開くと何もない状態ですので、必要なパラメーターをアサインしていきたいと思います。ノブ1をクリックして動かします。プラグイン上部中央にノブ1と表示されました。次にプラグインの中の設定したいパラメーターをクリックします。プラグイン上部左側にパラメーターの名前が表示されました。このエリアの左向きの矢印があります。今はグレーアウトしていますが、ここをクリックします。点灯しました。そうしますとコンプリートコントロール AM のページのノブ1のところにパラメーターの名前が表示されました。続いてノブ2にピークリダクションをアサインします。操作するためにミディキーボードのシフトボタンを押しながらプラグインボタンを押してミディモードに切り替えます。これでミディキーボードのノブを動かすとプラグインのノブも追従して動きます。この手順で他のパラメーターも設定可能です。以上が基本の設定方法になります。スタジオ1純正のエフェクトプラグインは最初からパラメーターがアサインされていますが、スタジオ1純正のソフトウェア音源は何もアサインされていません。必要なパラメーターはサードパーティー製プラグインと同じように任意のノブにアサインしていくことになります。例えば、毎体のカットオフをノブ1にアサインします。方法は基本の通りです。またカットオフのノブを右クリックしてメニューを表示させてアサインすることも可能です。パラメーターをアサインするとこのように動かすことができます。私はウェーブス社のエフェクトプラグインの使用頻度が高いので、パラメーターをアサインできることをとても期待していました。しかし残念ながらパラメーターをノブにアサインすること自体は可能ですが、操作することはできないようです。
ワンノブドライバーというプラグインのドライブというパラメーターをノブ1にアサインしました。MIDI キーボードのノブを操作すると表示されるパラメーターは動きますが、音は変化しないようです。ただ、私の持っている Waves のプラグインはバージョンが古いので、それが原因ということも考えられます。ちなみに、コンプリートコントロール上で Waves のプラグインを使用すると、アサインされたパラメーターがノブを動かすとちゃんと動き、音も変化します。プラグインアライアンス社のエフェクトプラグインも見ていきたいと思います。問題なくパラメーターをアサインできました。MIDI キーボードのノブを動かすと追従してプラグインのノブも動きます。ユニバーサルオーディオ社のエフェクトプラグインも見ていきたいと思います。問題なくパラメーターをアサインできました。MIDI キーボードのノブを動かすと追従してプラグインのノブも動きます。IK マルチメディア社のエフェクトプラグインはノブにパラメータをアサインして動かすことが可能です。ただ、ソフトウェア音源についてのアサインする方法が現在は分かっていません。サンプルタンク4やシントロニックはパラメータがアサインできると嬉しいなと思います。ただ、これらのソフトウェア音源はコンプリートコントロール内で起動することができます。その時にパラメーターのアサインはできませんが、スケールとコード演奏は可能です。私のよく使用するエフェクトプラグインのファブフィルターやソノックス、ソフトウェア音源のエアーミュージックなどはノブにパラメーターをアサインして動かすことができました。3回にわたってコンプリートコントロール A49 の開封から使用レビューを行いました。ソフトウェアのコンプリートコントロールをシームレスに動かせることは分かっていたのですが、今回の動画の内容であるキーボードの8個のノブにパラメーターをアサインできたことが何より嬉しかったです。コンプリートコントロールに対応していないソフトウェアでも外せないものはいくつかありますので良かったです。ただ、Waves のエフェクトプラグインがパラメータをアサインしてキーボードで動かせなかったのが残念です。いずれ Waves 社のプラグインは WP に申し込んでバージョンアップをしようと考えていますので、最新バージョンになりましたらまた試してみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。